して総統数の飛行を経まして、それから飛行前カリフォルニアに一旦この機体を保管されるんですけれども、その後7月7日の七夕の日に寄贈という形になりまして、2年の時を経てようやく今回また再び動き出したわけですけれども、さあ、今はもう撮影時間を取っていただきますので、所定の位置でいらしばらくお待ちください。この後順番にご案内をさせていただきます。新機体でありまして、やはりその機体の多くにカーボンを使って軽量化されたことにより効率が、機体の一つずつ改善を進めていきたいだとか、本当に革新的な取り組み、例えばの窓のところももう少し大枠になって外が、今皆さんの目の前にあるこちらが機体でございます。これは世界でももちろんここしかないわけですし、そして初号機がこれだけ間近で見られるというのは皆様様々な思いがあるんじゃないでしょうか。この初号機が結構知らないようにゆっくりと歩いてお願いします。ご協力よろしくお願いします。皆さんゆっくりと歩いて押し合わないようにご協力よろしくお願いいたします。係員の指示に従ってゆっくりとご移動、走らないでくださいね。走らないでください。係員の指示に従って順番にご案内します。皆様をちゃんとご案内しますので、ゆっくりと走らないでください。走らないでくださいね。ゆっくりとご移動お願いいたします。あと左右のメディアさんの方に変わってます。こちらもお願いします。オフィシャルです。ありがとうございます。近くで見るとどうですか？あ、すごい迫力でした。お子さんたちはこの近くで見たことないですか？でもあそこができたら飛行機があそこに入ってちょっと遊べる場所ができる。その時も来てね。はい。ヨーグリフトは何もないまま見えるわ。とってもいい体験ができました。でもまたセントレアに、はい、そこにそういう施設ができて、はいはいはい、夏ぐらいにできるみたいですけど、はい、もうバッチリ調べました。ね、ね、もう来ようと思ってます。来るね、見に来るよね。またどうですか？また来るでしょ、入ったら。来ます。ありがとうございます。はい、撮ります。てか暴れないで、暴れないで。いいの撮れましたか？撮れました。撮れました。飛行機好きだ。こんな近くで見れないですよ。ラッキーでしたね。今度でもあそこにこの飛行機が入ってまた見れる時があるのね。その時は来ますか？あー、はい。イエーイ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。